新型コロナウイルスの感染が再び広がっているロシアで、1日あたりの感染者が1万2000人を超え、過去最大を記録しました。ロシアの保健当局は9日、新型コロナウイルスの新たな感染者が1万2000人を超え、直近24時間の死者も200人を超えたと発表しました。1日あたりの感染者数はこれまでピークとされていた5月上旬を上回って過去最大です。累計の感染者数も127万人に達しました。モスクワ市内の公立の小学校です。新型コロナウイルスの感染防止策のため今月18日までの休校が決まっていまして、校庭には児童の姿はありません。Как вы думаете, ситуация на эпидемию сейчас? Я думаю, ситуация непростая, потому что снова ужесточаются меры профилактики. すでにモスクワ市内の公立校は2週間の一斉休校となっていますが、タス通信によりますと、ロシア政府はさらなる感染防止策の導入を検討する方針です。